第4代入滑する公第4代入滑するイコールアンダーイコールライン公爵ヘンリー・ペラム・ファインズ・ペラム・クリントンはイギリスの貴族第3代入滑するイコールアンダーイコールライン公爵トマス・ペラム・クリントンの長男として生まれる母はその妻アンイートン公を卒業1795年5月18日に父の死により借位を継承した 1809年から1839年にかけて、ノッティンガムシャワ知事を務めた。貴族院議員としては保守党に所属した。1846年の穀物法廃止をめぐる、保守党の分裂では保護貿易を支持して保守党党首、首相サーロバート・ピール順断尺の政策に反対した。しかし息子の林間白ヘンリーは、ピール首相の自由貿易を支持した。 これに激怒した、彼は息子に絶縁を宣言し、息子が南のティンガムシャー選挙区で落選するよう工作した。1851年1月12日に死去した。借位はヘンリーが継承した。息子とは臨終直前に和解した。1807年にジョージ・ナ・マンデと結婚。彼女との間に長男ヘンリー、次男チャールズ、四男、ロバートなど四男二女を設けた。 ありがとうございます。